詩編第3巻八十編指揮者のために、里氏は百合の花の調べに乗せて、アサフによる三歌イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ、光を放ってください。ケルビムの上に座しておられる方よ、エフライムとベニヤミンとマナセの前で、 道からお呼び覚まし、私たちを救いに来てください。神よ、私たちを元に戻し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。万軍の神、主よ、いつまで、あなたの民の祈りに怒りを燃やされるのですか。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。あなたは、 私たちを隣人らの争いの的とし、私たちの敵は私たちをあざけっています。万軍の神を私たちを元に戻し、三顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。あなたはエジプトからブドウの木を引き抜き、違法の民を追い出してそれを植えられました。その木のためにあなたが木を整えられたので、 それは深く根を張り、地の全面に広がりました。山々もその影に覆われました。神の杉の木もその大枝に。ぶどうの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたはその石垣を破り、道を行くすべてのものがその実を摘み取るままにされるのですか。林のイノシシは、 これを食い荒らし、野に群がる者もこれを食らっています。番軍の神よ、どうか帰ってきてください。天から目を注ぎ、ご覧になってください。この葡萄の木を帰り見てください。あなたの右の手が植えた苗と、ご自分のために強くされた枝等。それは火で焼かれ、切り倒されています。民は、三顔の咎めによって滅びています。 あなたの右にいる人の上に、御手が、ご自分のため強くされた人の子の上に、御手がありますように。私たちは、あなたから離れ去りません。私たちを生かしてください。私たちは、あなたの皆を呼び求めます。万軍の神、主よ、私たちを元に戻し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば、私たちは救われます。